山口敏太郎の食いしん坊、わらび餅がセブンイレブンの商品で非常に多いと。セブンイレブンはなぜかわらび餅にこだわっていると。わらび餅の深い縁を感じます。わらび餅研究家の私としてはですね、目が離せないと。で、クリームわらび黒蜜入りということで、こういう商品が出ました。まあ、この3つの味が楽しめるってことでしょうね。このパッケージのデザインが僕は気に入ってます。色がですね、ほうじ茶の色ですね。この淡い茶色、ちょっと和風の感じがいいですね。で、中身を開けると、まだセブンイレブン得意のこの丸い入れ物に入っている同じケースを再利用してますね。こんな感じで、あれですね、これ柔らかいですね。まあ一連のシリーズですね。この雪見大福みたいなやつです。黒蜜とクリームが口の中で混ざり合って非常にマイルドな感じですね。なんか電話が着信してますけど、無視してつけます。私のわらび餅を食べる行為を邪魔するものが何人たりとも許しません。かなりうまいです。これはセブンイレブンのわらび餅のシリーズの中で一番うまいと思います。これおすすめです。